江戸時代、その美しさから幾度となく浮世絵の世界にも登場するお江戸の海。そんなかけがえのない海をもっと知るための海と日本プロジェクト in 東京。こんにちは、渡辺渚です。海と日本プロジェクト in 東京は、次世代へ海を引き継ぐため、海を介し人と人とがつながるユニークな取り組みを実施する日本財団のプロジェクトの一環です。今回はこちら、お台場海浜公園で行われている海の日のイベント、海の日祭りをリポートします。ちなみに江戸時代の明かりといえば行灯が使われていました。燃料は主に菜種油でしたが、庶民の間では高級だったので魚の油で代用していたそうです。海の日祭りは海の安全を祈願して、七色のペーパーランプをお台場の砂浜に並べ、地上絵を描き夜に点灯するイベント。杉山さんにお話を伺いました。実際このペーパーランプ、いくつ準備されてるんですか？ですね、2日間で約5万個になります。5万個これ一つ一つ手作業で準備されて。そうですね、はい、夜が楽しみですね。日が暮れてペーパーランプが点灯されると、見てください、この景色、想像以上の美しさです。このイベントは2004年から、スタートしまして、今年でもう14年になります。毎年テーマを決めて、地上絵を展開しています。海の日といったらお台場というふうになっていったら嬉しいなと思います。ちなみに上から見るとこんな感じです。今回のテーマは江戸情緒でおもてなし。見事な江戸城の地上絵ですね。海と日本プロジェクトの活動内容は Facebook などで情報を配信中です。ぜひチェックしてくださいね。海と日本。